コロナ前後でどう変わるエンジニアのキャリアと住まいの考え方ということでお話しさせていただきます。私はですね、2014年から7年間、エンジニアの地方移住だったり、転職を支援する事業を行ってきました。本日は最初の30分程度で私からお話をさせていただいた後、残りの時間で皆さんとディスカッションができれば嬉しいなと思っております。で、今日顔出しだったり声参加などをしたくない方ももちろんいらっしゃるとは思いますので、質問や話したいことなどがあれば、チャットに記入していただければ、そちらにも回答するようにしていきますので、よろしくお願いいたします。それではまず自己紹介から始めさせていただきます。豊田正代と申します。私は地方出身で、地方大学を卒業後、東京で就職しまして、雑誌の編集やウェブメディアでのキャンペーン企画などを行った後、2014年から地方、島根県なんですけれども、島根県のエンジニアの移住転職支援の事業に関わるようになりました。そこから3年程度は、島根県を専門に移住と転職の支援を、エンジニアのですね、移住と転職の支援を行ってきたんですけれども、2016年に会社を起業しまして、全国を対象にエンジニアの移住支援、転職の支援を行ってきました。で、移住だったり転職の支援をしていくにあたって、エンジニアが就職したい企業を地方に増やしていくっていうところで、企業が地方拠点を検討するところの情報提供だったり、拠点立地の支援なども行ってきました。で、2014年から首都圏と地方をつなげるという活動をしてきたんですけれども、2014年に活動をスタートした当初は、割と首都圏で働くエンジニアの方たちにとって、地方というのが非常に遠い場所にあって、いかにその、なんでしょう、エンジニアの方たちの意識を地方に向けさせるかということを考えてきて、こういったイベントをやったりとかっていう取り組みをやってきました。そして、ビフォーコロナ、コロナが流行するまでは、いくら場所を選ばない働き方ができるというエンジニアという職ですが、東京の会社に勤務していると、なかなか首都圏の居住を抜け出すことが難しくて、地方に住まいを移すとなると、転職を選択するせざるを得ないという状況が多くありました。結果、好きなエリアに住むためには、仕事も変えなければいけない、場所も変えなければいけないという大きな決断を2つもしなければいけなくて、地方に関心を持っていても移住に至らないケースをいくつも見てきました。ただ、地域や企業が持つ課題の多くっていうのは、人材の力で解決できることが多いなというところも感じていたので、人材の支援というところをやってきたんですけれども、コロナをきっかけにかなり状況は変わってきているなというのを実感しています。で、今日はですね、人の働き方の変化と企業の求める人材の変化などについてお話しできればと思っております。ちょっと前置きが長くなったんですけれども、今日お話しする内容、このような流れでお話しできればと思っています。随時感想だったり質問などあれば、チャットに書いてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。まず、世の中の状況ということをお話しできればと思います。これですね、エリアによる、人口の流入、人口の流入っていうところを示した図になります。赤のラインを見ていただくと、東京の転出が増えた時期があったものの、基本的には東京の転入が増えているという状況が見て取れるかなと思います。一時的にこのリーマンショックを境に、東京圏内の人口が減少に転じているんですけれども、その後は右肩上がりに転入が増えてきているのがわかるかと思います。で、私たちがですね、エンジニア向けに地方の移住転職支援を始めた2014年頃、このあたりは地方創生という言葉ができたとしたったんですけれども、正直、地方に目を向けて実際に自分が移住しようと思って行動を取るエンジニアじゃなくて、人ですね、人たちはなかなか多くなかったという状況でした。で、国を挙げての施策ということで、多くの予算を投じて地方創生というところで移住支援っていうのをやってきていたんですけれども、なかなかそれだけだと多くの人の意識だったり、行動を動かすことは難しかったなっていうのが、私も事業を通じて感じた感想としてもあります。
そんな中ですね、2020年に起こった新型コロナウイルスの流行が、人々の行動だったり、意識を一変させたなと思っています。首都圏を中心に、企業はリモートワークの推奨を行ってきてるんですけれども、実際にリモートワークの導入を取り入れた企業を対象にしたアンケートが、こちらの左のグラフになります。実際もリモートワークを取り入れている企業へのアンケートになるので、強く推奨されたっていうところの、数値を見ることしかこれだとできないんですけれども、そこを見ると、強く推奨されたという割合が8割以上を占めていて、リモートを取り込む企業の多くで、その働き方が定着するよう働きかけていたことが見て取れます。また、そんな状況を受けてか、これまでずっと東京への転入が超過していた状況から、人の動きに少し変化が見られるようになってきたのが右のグラフになります。2021年の4月、4月という新生活がスタートするタイミングにもかかわらず、東京都の人口は対前年同月比で減少に転じています。東京脱出っていうふうにこの記事にも書いてるんですけれども、東京脱出という動きは実際の数値としても現れていて、地方に目を向ける人がいかに増えてきているかということが見て取れるかと思います。で、この有効求人倍率がどうなっているのか、仕事がどういうふうに、募集が変わっていったかっていうのも同時に見ていければと思います。有効求人倍率っていうのは、皆さんご存知の通りかと思うんですけれども、求職者1人当たりにつき何件の求人があるかということを表す指標で、求人倍率が1倍を上回ると求職者よりも求人数が多い、1倍を下回ると求人数より求職者の方が多いということを示します。で、ここを見ていただくと、2008年から2013年あたりは求人数より求職者が多い状況で、就職氷河期の残留というか、なんか残りを受け継いだだったり、リーマンショックを受けての求人数の減少というところがあったんですけれども、徐々に右肩上がりに求人数が増えてきていました。で、2014年、2015年、2018年ぐらいをピークに、求人数がかなり増えてきていて、引く手余ったの状況が続いていたんですけれども、2020年ですね、コロナの影響で求人数が一気に減少に転じることになります。で、この動きはおそらく今年も続くだろうという可能性が高くて、一層就職するというところの門は高くなることが想像されるかなとは思います。ただ、このグラフは全業種、全職種を対象としているものになるので、皆さんのようなエンジニアという職種では、いまだに人手が非常に不足している状況は続いているという状況にあります。で、世の中の状況のまとめということで、ちょっとまとめさせてもらったんですけど、今の状況って、ニュースとかでも話題になることが多いんですけれども、人々が地方に目を向け始めて、その構造が変わる過渡期であるかなというふうに考えています。で、新型コロナウイルスの流行以前は、割と東京の流入超過が進んでたんですけれども、コロナをきっかけには集中することがあまり良くないねという風潮が強くなってきていて、人の意識が大きく変わって、行動変容も進んだかなと思っています。結果、今もすごく緊急事態宣言が出て、外出が制限されたりみたいな状況がありますけれども、東京にいなくてもいいかなと思っている人たちが、実際に企業の働き方の変化とかも相まって、転出超過となって、近隣地域への流入が増えたという状態になってきているかなと思います。実際、東京の近隣エリアですね、1都3県、3県っていうところにかなり人が増えてきているというのは、データとしても出てきているようです。で、個人も企業も変化の過渡期にあるなというのが、私の個人の感想でもあります。続いて、企業がどういった変化をしてきたかっていうところにも触れていきたいと思います。企業のあり方っていうのが、このコロナの流行をきっかけに大きく変わったなっていうのは、皆さんも感じるところでもあるかと思います。具体的には、リモートワーク、テレワークっていうのが一般的になってきたことがあるかなと思います。
そして地方拠点を開設したり、本社を移転するっていう動きが大きくなってきている流れがあります。あとは、基本的には企業ってこれまで本社があるところで人材を採用していく、本社に通勤する人材を採用していくっていうのが基本的な採用の考え方だったんですけれども、今はどちらかというと人材ありきの地方展開っていうことを視野に入れている企業が増えてきているように思われます。具体的な個別の実例から見ていきたいと思います。まずはウェブメディア大手の IT メディアという会社の事例になります。この会社はコロナの流行以前から働き方改革に取り組んできていた企業だったんですけれども、コロナの流行をきっかけにリモート勤務を基本とした制度を設計して今現在も取り入れています。で、もともとは本社まで何時間までのエリアに住んでリモートワークもできますよみたいな働き方改革というか制度を設計していたんですけれども、コロナの流行をきっかけにスマートワーク制度というものを導入しました。で、この制度が何どんなものかというと、本社への出勤義務はなし、週に1回出勤すればいいよみたいなもので、基本的にはリモートワークで働けますよという、リモートワークを基本とした働き方を推奨するような制度になっています。で、本社まで何時間圏内っていう居住の縛りもあったんですけれども、それも取っ払ったことで、東京圏内に限らずどこに住んでもいいという状態になってきています。で、それに伴って東京本社のオフィス空間を縮小していき、基本的にはオンラインでのコミュニケーションが円滑に働くような、コミュニケーションが取れるような仕組みを取り込むようにしているということを聞いています。で、次に、人材大手のパーソルグループの、あ、パソナ、ごめんなさい、パソナグループの事例になります。ここの会社はですね、本社の移転を淡路島にするということで大きなニュースになりました。これまでは基本的にはなんかよく IT 企業が開発拠点の一部を地方に移転したりだとか、営業拠点の開設などが一般的だったんですけれども、エリア自体に新しい雇用をもたらしたり、エリア全体が変わる可能性があるっていうところで、本社機能の移転ということところが非常に注目を浴びている例になるかなと思います。で、2023年度に1200人の社員が淡路で活躍っていうのを目標に掲げているということでして、シングルマザーなど100人に淡路島での就業プロジェクトも行っているということです。すごく好評だったというところで100人追加を募集して、働く人を地方に、淡路島に増やしていく、淡路島の人口を増やしていくっていう取り組みをやっている事例になります。続いて13、こちらですね、IT ベンチャー企業の開発拠点を地方に立地するっていう事例になります。で、こちらですね、ウェブの受託開発を行うバレットグループという会社の事例になるんですけれども、こちらはですね、拠点を作る対象をどのエリアで検討するっていうふうに考えるのではなくって、いい人材がいたら、そこの人材を、軸に採用活動していこうっていう方針で拠点展開を考えているというような企業になります。優秀な人材がいたら拠点を人材に合わせて立地していってっていうところが、企業ありき、企業の本社ありきというよりも人材ありきで会社のあり方だったり形が変わってきている事例かなと思います。で、拠点を作るっていうよりも、採用の対象を首都圏に絞らず、どこでも働けるコミュニケーション能力、どこでも働けるコミュニケーションを取れる能力っていうのが今は重視される時代にあるのかなということを感じています。で、もしかするとですね、地方拠点っていう言葉すら今後時代遅れになっていくのかもしれないなと、この会社の事例を通して感じたところであります。で、企業の変化はちょっとまとめさせてもらいました。リモートワークが継続されれば、住む場所に限らず採用が進む可能性があるかなと感じています。東京に本社を置く企業の多く、東京以外でもですね、大都市に本社を置く企業の多くで、リモートワークを推奨している状況は、今後も続いていくんじゃないかなと考えられます。現場に行かなければならない職種以外は、リモートで働ける状態になっていき、企業ではリモートコミュニケーション
一方でですね、企業ではリモートコミュニケーションの課題も浮き彫りになってきているという現状があるかと思います。自治体ではワーケーションを軸に企業誘致、企業の開発拠点だったり本社誘致みたいな動きが拡大してきていているんですけれども、もしかすると地方拠点という言葉すら時代遅れになっていくかもしれないなというのが、このコロナの後の企業の変化というところであるかなと思います。続いて、こんな企業が変わってきている中で、個人がどんなふうに変わってきているかというところについてお話ししていければと思います。で、個人の変化というところで、まず最初にお話ししたかったのが、コロナの流行するしないに関わらず、結構、仕事の価値観が変わってきているなというのを、自分の実感値として感じるところがありますと。で、企業の中での昇給だったり昇進っていうところが、成功っていう価値観がすごく変わりつつあるなと感じているところがあります。で、これ、パーソル総合研究所が取っているデータによると、現在就業中の20から69歳の、いろんな肩書きの方に取ったアンケートによるとですね、出世したくない人が約8割みたいなデータが出ています。で、なんか一つの会社にずっと居続けるっていうのが、大きく変わっているんだろうなっていうのが、あるのと、出世するっていうところにあまりこう価値を感じない人たちが増えてきているっていうのが見て取れます。で、Z 世代って呼ばれている、20代前半っていうような人たちの企業の選び方としても、社会貢献どれだけやっているかだったり、SDGs への取り組みの姿勢、企業がどういうふうな取り組みをしているかっていうところを結構重視するっていうような思考になってきていて、企業の社会的責任だったり、社会の持続可能性への配慮っていうところに、人の価値というか、価値観が向いているんじゃないかなっていうところが感じるところであります。ただですね、不安定な世の中っていうところもあって、企業の安定性を重視する傾向があるというのも、紛れもない事実としてあります。ここ、新卒社員が企業を選びするときのポイントっていうので挙げてるんですけれども、このデータを見ると、その上位2項目で出ているところを見るとですね、基本的にやっぱなんか大手安定みたいなところに気持ちがいっているのは、求心変わらずかなというふうには思ってきています。ただ、不安定な世の中で、こういった、安定している会社だったり、やりたいことが自己実現できる会社を選択したいっていうふうに思っているものの、大企業に所属すればそういったことが叶えられるかっていうと、なかなか終身雇用の制度自体が崩壊している中で、なんか安定っていうのをどこまで求めるかだったり、なんか中長期的に成長を考えて自分がやりたいことを実現していくっていうのができるかっていうのは、ちょっと疑問に感じるところでもあったりします。で、実際ですね、企業も、副業を解禁するという動きが非常に強まってきています。で、個人もその本業だけっていう働き方から、キャリアを複数持つ時代に変わってきているかなというところで、企業がリモートワークを推奨すると同時に、副業を解禁するという事例が非常に増えてきています。一つの会社で培ってきたキャリアを他の課題解決に生かしていくだったり、自分の知見を深めたりだったり、人生100年時代みたいなところで、なんか新しいキャリアに挑戦したりみたいな方が非常に増えてきているのかなと思います。企業の規模に限らず副業を解禁する動きが強まってきていて、複数企業にまたがったり、エリアも東京だけとか、京都だけみたいなエリアを一つに限らずに、いろんな場所にまたがってキャリアを築いていくのが一般的になってくるか、なってきているかなというのが実感値としてあります。で、実際ですね、企業の考え方だったり、企業の行動の変化に伴って、個人の変化っていうのもあるかなと思っています。個人の変化ですね、個人の変化の実例を紹介していきたいなと思います。こちらですね、東京出身の20代、バックエンドエンジニアの W さんの事例をご紹介しようと思います。この方ですね、東京本社の IT 企業でバックエンドのエンジニアとして働く新卒2年目の方なんですけれども、東京出身で大学時代は都内で一人暮らしをされてきたそうです。
で、大学時代ですね、スキーが趣味で、毎年長野にスキーをしに行っていたっていうこともあったんですけど、まあ、就職をきっかけに一度、実家の方に帰って、で、実家から東京の本社に通勤していたっていうのが、コロナ前の状況でありました。で、コロナ前に、その会社が本社移転を、まあ、東京都内でしようっていう動きがあったというところで、まあ、本社の所在地に合わせて、一人暮らしをする先を探していくというか、まあ、考えようと思っていたようなんですけど、コロナの流行があって、本社を都内に移転するっていう計画がなくなったっていうことがありました。で、その、本社を移転する代わりに、会社がフルリモートスキームを推奨しました。で、そのことによって、彼自身、通勤時間を考えた住まい選びをしなくて良くなったっていうところで、自分がやりたい暮らし方だったり、理想の暮らし方から住みかを選ぼうっていうふうに考えるようになったそうです。で、実際ですね、彼は、その、東京都内在住だったんですけれども、引っ越し先をどうしようかって考えて、東京都内じゃなく、どうせ住むんだったら自分のやりたい生活ができる土地に住みたいっていうところで、自分の趣味であるスキーがすぐにできるエリア、長野に住もうみたいに思って、住居探しをスタートし、現在も長野に住んでいるということにあります。で、実際ですね、その、東京から長野に住むっていうふうに考えると、まあ、長野に移住したっていうふうに言えると思うんですけれども、まあ、彼曰く、その、引っ越し先がただ単に長野だっただけっていうふうに考えられているそうですね。で、まあ、安くて広い家に住めて、まあ、光回線も通じていて、非常に快適だっていうふうにお話しされていて、実際車も持ってて趣味も充実していてっていう東京でできなかった生活ができているので、非常に生活の満足度が高いっていうことを言われていました。私が、移住だったり転職の支援をしていた2014年からコロナの前ぐらいまでは、やっぱりこういった生活をするためには、会社を変えるだったり、まあ、会社に理解してもらうために結構根回しをしていくみたいな必要性があったんですけれども、そういったことがなくなっているっていうところで、住まいを地方に変えるっていうのが非常にしやすくなっているのかなということを感じました。で、個人の変化のまとめっていうところでお話しさせていただきたいと思います。終身雇用が保障されていない中で、個人がリスクヘッジをする言い方をするように変わってきているなというところを感じています。で、働き方の事例として、パラレルキャリアだったり、デュアルライフ、地方企業でキャリアを生かすみたいなことが今挙げられていると思うんですけど、まあ、コロナをきっかけに転職をしなくても地方に暮らせる方法ができてきていて、東京と地方の垣根が非常に低くなってきているかなというところはあります。続いて、今求められていることということについてお話しさせていただきます。今ですね、世の中的にというか、日本の国内というところを考えると、やっぱり人口減少っていう局面にある中で、限りある人材リソースをどういうふうに活用していくかっていうことが、目下の大きな課題かなと思ってます。で、そうなった時に、企業だったり、地方、エリアの垣根を超えた課題解決っていうのを行っていく必要があるんじゃないかなっていうところを感じています。で、今、まあ、首都圏の企業、地方の企業っていうところに限らず、やっぱり人材不足っていうところはずっと関わらずあるところで あるので、そういった人材不足を一人の人を採用するっていうところで解消するのではなくって、なんかいろんなところからスキルノウハウの提供だったり、休眠人材を活用していったりっていうところで解消していく必然性を感じているところにあるかなと思います。で、具体的には、その、まあ、エリア外っていうふうに私が今、地方に関わるところで、地方軸でお話をしているので、エリア外、エリア内っていうふうな言い方をしているんですけれども、エリア外だったり、社外の人材をうまく活用していって、まあ、スキルだったり、ノウハウを活用して、課題解決をしていくっていうことが、非常に必要になってきているかなと思います。なので、今、ここで聞いて、来られる皆さんの中でエンジニアの方多くいらっしゃると思うんですけれども、これまで培ってこられているエンジニアとしてのスキルだったり、キャリアっていうところで、こういった知見がありますよとか、こういうノウハウを提供できますよっていうところを、まあ、企業や地方に提供していくといいんじゃないかなと思っています。
で、この右側の軸は、右側の軸は、今、妊娠や出産をきっかけに、割と仕事を辞める女性が増えてきているよねっていうところで、まあ、そういった人材を時短でも活用していく必要があるんじゃないかなっていうところで、まあ、こういう、今働けていない軸だったり、仕事の合間で、なんか暇な時間ができたから、この時間をどう使おうかみたいなところで、なんかうまくそういった隙間時間を課題解決に提供していくみたいな動きができていくといいんじゃないかなっていうふうに思っています。で、実際ですね、地方の企業でどれぐらい副業人材、まあ、スキル、キャリアっていうのの時間のシェアが求められているかっていうところで、ちょっと実証実験を行ってみました。こちらですね、香川県の焼肉屋さんですね、飲食店で副業人材の募集を行ってみました。まあ、これ、経営企画っていうふうに書いているんですけれども、まあ、基本的には外部のブレーンを募集するっていうような内容で、募集をかけてみました。まあ、そうやって行ってみたところ、まあ、30名の応募があったんですね。で、人材の内訳としては、まあ、大手化粧品メーカーだったり、大手 IT 企業の、まあ、海外勤務の経験者や、なんか、有名ホテルのシェフとか、なんかアパレルブランドデザイナーなど、なんかいろんな職種の方が応募されてきました。で、知恵のない土地だけど、基本的に自分が持っているスキルを発揮したいっていうふうに思われたっていうところで、今回この人材の応募のところにエンジニアっていう人たちは残念ながらいなかったんですけれども、業務改善だったり、なんかこういう、なんだろう、スキルを提供できますよっていうところで、非常に地方の企業っていうのはチャンスがあるんじゃないかなと思っています。で、企業側も、この香川、まあ、地元では出会えない人材に出会えたっていうところだったり、まあ、自分が課題と感じていないところも課題として可視化してくれたみたいなところとか、なんか事業を加速する仲間ができたっていうところで非常に感謝をされているという状況にあります。で、まあ、こちらもまとめっていうところで書かせてもらったんですけれども、今、変化の時代にいかに人材側として対応していくかっていうことが大事かなと思っています。日本っていう枠組みで見たときに、人口減少の中で若手の力は絶対的に必要とされています。で、一方、終身雇用制度が崩壊しているっていうところで、皆さん個人が実力で戦える状態を目指していく必要があるかなと思っています。で、自社の実務以外のところで、スキルをどういったふうに活かすか、これまで培っているスキルを課題に対してどういうふうに転用して提案していくかっていうことを考えられていって、キャリア展開していくことが必要なんじゃないかなと思っています。今日ですね、私がお話ししたかった内容はここまでなんですけれども、最後ちょっと残った時間で、ディスカッションができると嬉しいなと思っています。で、ちょっと早口で進めてしまったんですけれども、お話ししたい、ディスカッションしたい内容としては、まあ、ご自身のキャリア感だったり、地方の関心、地方に対してこんなふうに思ってますみたいな関心について教えてほしいなと思っています。まあ、具体的には、まあ、地方とどんな関わり方をしたいですか、まあ、コロナ前後で自分が住んでいる場所、住まいに対してなんか気持ちの変化ってありましたかみたいなところを、ちょっと私もですね、なんかいろんな皆さんのなんか価値観の変化みたいなことをちょっと把握したいなと思うところもありまして、ぜひご意見聞かせていただきたいなと思っています。はい、ちょっとすいません、駆け足でお話しさせてもらったんですけれども、一旦ここから私がお話しするパートは以上とさせていただきたいと思います。はい、トヨタさんよろしいですか？はい。はい、ビギネットの内藤です。今日はありがとうございます。はい。ちょうど私の友人が逆に東京にいながら、長野の、日本酒メーカーに完全リモート勤務で PR として就職したっていうタイミングなんですよ。おお、すごいいいですね、はい。面白いなと思って、はい、で、聞いてたんですけど、で、私たちも、まあ、オープンソースカンファレンスって、まあ、今日やってますけれども、このような、まあ、イベントを通じて、まあ、
コロナ前ってずっとこう地方を巡業してたわけですよ、はい、リアルに。で、うんうん、今それがなくなってオンライン開催になって、オンライン開催のいいところもあるし、やっぱりそのフェイストゥーフェイスのコミュニケーションが取れないっていうところで、なんかこう、うんうん、しんどいなっていうところもあったりして、うんうん、これからどういうふうに開催していくのがいいのかなとか、どういうふうに働いていくのがいいのかなっていうのは常に思うんですけど、うんうん、なんかエンジニアの人とかってやっぱりその地方移住した時に、変な話ですけど東京の仕事をそのままなんか地方に持っていって、うん、地方の仕事ではなく東京の仕事を地方でやるっていうような、うん、まあ、結構スタイルが今までって多かったと思うんですけど、今その行政の取り組みとして地方でもその仕事を作っていこうっていうような動きって何かあれば、ちょっと聞きたいなと思いました。そうですね、東京の仕事を地方でする動きっていうのが、そのおっしゃる通りコロナ前ですごく多かった事例かなと思うんですけれども、まあ、個人で、まあ、勝手にっていう方はあれですけど、個人で東京の本社に勤務しながら、なんだろう、違うエリアで、なんかリモート勤務をしているっていうところだと、なかなか地元の仕事をやっていくっていうのが難しかったりするんですけど、それこそなんか会社の拠点として、なんかブランチみたいな形で地方に拠点を持った場合には、なんか割となんかそのエリアを盛り上げようだったり、なんかエリアの課題に取り組もうみたいな動きを、される企業さんもありますし、自治体からそういう相談を企業に対してするケースも結構あるっていうふうに聞いています。で、なんか開発会社がもともとなかったりとか、なんかアプリの開発をしていなか、する会社が今までこのエリア内になかったっていう、なんかところで、なんかもしアプリを開発するんだったらここに相談するといいよみたいな、なんか自治体からそのエリアの企業に対して働きかけがあって相談が増えたみたいな事例も聞いたりはします。あ、なるほど。じゃあそういうところにこう応募することによって、まあ、東京の仕事と地方の仕事と両方ともやっていけるっていうような土壌作りは、なんか、まあ、自治体によってはやってるって感じですかね。そうですね。なんか個人でなんて言うんでしょう、移住をしてしまうとというか、個人で移住してなんかそこにいることをみんなが知らないと、なかなか、うん、なんて言うんでしょう、なんか地方と関わり合う機会を作るのが難しかったりするんですけど、なんかここになんか小さくても拠点作りましたよみたいなことを、なんか自治体の人たちが知ってくれると、なんか割とそこからいろんな方にこうここに新しく拠点を作った IT 企業があってエンジニアの方がいてっていうので広まっていくっていうのは、これまで見てきた例で結構あったりしますね。ああ、なるほど。あとその今そのここに来てる人たちって割と新卒っていうよりも、まあ中途の人が多いと、うんうんうん、まあすでに働いてる方っていうのが多いんですけれども、まあ、その中でもやっぱりレベル感って濃淡あって、うんうん、その自分の持っているスキルを伸ばしたいとか、あとはその使える人がいればいいんですけど、ちょっと自分はスキル不足だなと感じていても、なんかそういう働き方を選択したいって言った時に、なんかちょっとそのスキルアップとか、あとはその、まあ、地方で、まあ、そのチャレンジ枠みたいな形で採用してくれるとかっていうような、こう、なんか、実例とか、あとはその、うん、皆さん、その、十分なスキルではないけども、地方移住したとかっていう例で、なんか、どんな風にしてったのかなっていう話があったら、ちょっと聞きたいです。うんうんうん。そうですね。なんか、結構なんかコロナの流行があったからかちょっとわかんないですけど、プログラミングスクールにオンラインで通って、なんか、プログラマーになりたいですみたいな人がすごい増えているっていうのが今現状あると思うんですけど、あるんですけど、なんかそういった未経験のエンジニアでも、一度そのチャレンジ枠じゃないですけど、なんか一緒にやってみませんかっていう地方の企業はいくつかあったりはします。で、なんかそういった会社だと、割となんかリモートで働くっていうよりも、そのエリアに来てもらって、やっぱりなんか、みっちりと教育をしていって進めていくっていう感じにはなってきているんですけど、まあ、どうなんでしょうね。首都圏でもそういった企業はもちろんあるんですけど、そうですね。未経験枠でも、そういった挑戦を受け入れる企業は
地方でも多くあったりはします。なるほど。はい、でなんか地方に移住したエンジニアの方たちで結構声に上がるのが、勉強会になかなか参加できなくなるんじゃないかっていうことを言われる方が多くいるんですけど、はい、最近だとなんか東京で開催されていた勉強会もオンライン開催されることが多くあるので、なんかそのあたりのなんかエリア間のギャップみたいなのはあんまりなくなってきているのかなっていうのは印象としてはあります。なるほど。なんかそこはなんか感じるところはありますね。なんかこう、うん、コロナになって勉強会はおおむねそのオンライン開催に切り替わったことによって、うん、あのいろんな地方からのとか、まあ、あの場合によっては海外からの方が参加してくださったりっていうような結構実感は、うん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 、ありますね。あとはそのオンラインならではのなんかコミュニケーションの取り方というか、その一番結構そのトゥーフェイス、今みたいに私とそのトヨタさんがこうやって会話をしているのって、まあ、オンラインを通してあの会話をしてますけど、うん、その時のこう温度感の読み方みたいなのって、うん、ちょっと慣れないと難しいじゃないですか。そうですね。うん、なんか、多分なんかそこで二の足を踏む人もいるのかなとかって思うんですけど、なんか円滑なコミュニケーションの取り方とかってなんか秘訣とかあったりしますか？そうですね。なんか皆さん、おそらくスラックを通じてあのテキストコミュニケーションは日々日々やられているかと思うんですけど、まあ、Zoom とかを通じてウェブ会議をしたりみたいな、 なんか業務上の取り組みはもちろんいろんなツールを使ってあのやり取りしてると思うんですけど、なんか雑談をするのがなかなか難しいっていう声をよく聞きます。うんうん、でなんか雑談をするの難しいけど、雑談をする時間を作るとか、うん、なんて言うんでしょう、なんかスラックも雑談チャンネルみたいなのを作って、なんか積極的にコミュニケーションを取りたい人が主体的にこう発信していくっていうことをやっていかないと結構難しいかなとは思います。あ、うん、なんかそういう役目の人を立てるとか、うんうん、なんかコミュニケーション係じゃないけど、なんかそういう役割を立てて、なんか話を回していくっていう人を作ったりっていうのは結構必要なことかな、企業に必要なことかなとは思います。あとはその地方でのその自分の振る舞いというか、うん、やり方として、その結局そのまあ東京と自分とはそういうふうなこうオンラインでのコミュニケーションだけど、まあ地方のところにやっぱりコミュニティに入っていくときにはやっぱりトゥーフェイスのコミュニケーションってどうしても必須だと思うんですけど、なんかそこのきっかけがつかめないまま、なんとなく地方で仕事してる しなきゃいけなくなったっていう感じのこともあるかなとは思うんですよね。なんかその辺ってなんかこううまいことその地方のコミュニティにこう入っていくためのまあなんかこう導入とかなんかノウハウみたいなものっていうのはなんかまあ積極的に誘致しているようなところだと、なんかそういうことを行政がちょっとマッチングみたいなことでやってたりとかもするのかもしれないですけど、なんかその辺ってなんかコミュニケーション術、まあ地方ならではのコミュニケーション術みたいなのなんか必要だったりするんですかね。そうですね。なんか実は私もなんか2拠点を始めようかなと思って今、うん、動こうとしているところなんですけど、なんか、エリアに必ず移住者コミュニティとか、なんか移住者に限らず、なんだろうな、いろんな人がこう交流しながら話そうぜみたいなコミュニティって、必ずエリアにあるんですね。で、なんかそういったコミュニティをたどっていって、で、なんか今こういう状況です。まあ移住をしようと思ってますなのか、なんか地方に関わりたいと思ってますっていう、はい、なんか前段階のところからちょっと関わり始めていくと、なんかまあいい物件を紹介してもらえたりとか、うん、なんかいい仕事を紹介してもらえたりとかっていうのはあるかなっていうので、うん、なんか動く前からいろいろ自分から情報を発信していって、なんか気が合う仲間を見つけていくっていうのが、結構大事かなっていうふうに、私自身も感じてます。ああ、じゃあやっぱりそこはちょっとコミュ力を発揮しないと超えられないハードルではありますね。そうですね。受け身だとやっぱなかなか、なんか本当に引っ越しただけってなっちゃう可能性もあるので、うんうん、はい、なんかそこでなんかどういったところまでやりたいか、なんかそのエリアで仕事を取ってくるっていうところまでもしやりたいっていうふうに考えるのであれば、
なんか自分がここに移動しましたよっていうのを、なんかある程度こう地元の人たちにも伝えながら仲間を作っていくっていうのは大事かなとは思います。なるほど。全く知らない土地に行くときにはやっぱりそれ大事ですよね。そうですね、うん、ただ U ターンとかだと結局その地元の顔を知ってるけれども、まあ、離れてる期間が結構長かったりすると、うん、またそこでなんていうんですかね、違うコミュニティができてて自分の入る場所がないとかって思っちゃう人もいるのかなと思うんです、うん、その辺ってどうですか？そうですね、なんか U ターン、なんか I ターンの方 U ターンの方結構いろいろ見てきたんですけど、はい、やっぱなんか I ターンと呼ばれる自分の地元とは全然別のところに、うん、移住するっていうケースの人たちの方がなんて言うんでしょう、なんか過去の自分を知らない分結構生き生きとしてるというか自由にやってるなみたいなところはあったりしますね。で、まあ、地元に帰るときにその新しく何か価値を作っていくっていうふうに考えたときには、やっぱなんか新しく移住してきた人たちをどれだけこう知るかというか、どれだけ関わっていくかっていうのが結構重要だなっていうのも思ったりはします。なるほど、まあ、U ターンをせざるを得ない人っていうのはやっぱりあれですね、I ターンとはまた別のところでちょっと気を使ったりとかしなきゃいけないとか、動かなきゃいけないっていう部分はあるかもしれないですね。うんうん、そうですね。はい、ありがとうございました。はい、ちなみに内藤さんご自身も地方で住んだりすることを考えたりしてるんですか？あ、私は首都圏、まあ、いわゆる一都三県が実家というかその出身のところなので、うん、なんかあんまりそこを離れるっていう気持ちはないんですけれども、ただその出身のところがやっぱり東京からはちょっと電車で1時間とか1時間半っていう感じのエリアではあるので、なんかそういうふうなことをができるような状況になってきた、やるからやらないかは別としてね、できるような状況になってきたなっていう感じはしますね。あとは、うん、ただIT の仕事をしてると、例えばその一日中その家で仕事をすることが多いんですけど、それを親にちょっと理解を得られにくい。まあ、もし同居して仕事をするとかってなると、ね、はい、理解を得られにくいなっていうのは、ちょっと悩みとしてはありますね。あります、あります。よく聞く悩みですね、そして。ああ、そうですか。何やってるかよくわかんないけど、っていう。はい、なんか家にいるんだよねって、でそれをまあ親もうまく説明できないから、なんかうちの娘とか息子ってなんか IT の仕事してるらしいけど一緒に住んでるけどずっとうちにいるのよねみたいなことを言われると、なんかしんどいなっていう、それを周りに吹聴されると、あの人引きこもりかしらみたいな、うん、っていうのはちょっとしんどいかもなっていうのは思いますけど、うん、なるほど、そうですね、親の理解を得るっていうところは一つのテストとしてあるかもしれないですね。うん、なんか U ターンにはそこも結構あるなっていうのは今ちょっと、うん、今ちょうどその話をしていて感じましたね。そうですね。なるほど、はいはい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、何か他に話しておきたいことがある方とかいらっしゃいますか？聞きたいこととか。なかなか発言がここでするのって難しいですよね。時間もそろそろあれなのかな。そうですね、あとなんかチャットでもし あればね、お話、まあ、質問だとかでも投げていただければとは思うんですけれども、うん、大丈夫そうですかね。ちなみに豊田さん、例えばその地方移住の話とか、はい、ご相談したいなって言った時にはどうすればよろしいですか？うん、ありがとうございます。ちょっと次のこちらのスライド見えますかね。今私ですね、もともと会社やってたんですけど個人で活動していて、キャリアの相談とかなんかなんかやりたいよみたいなことがあればこちら宛に連絡をいただければ、まあ、企業の紹介とか、地方の紹介とか、ご自身のキャリアのなんか相談みたいなところには乗ることができるので、こちら宛にご連絡いただければ、いかようにでもいたしますという感じです。そんな感じですか？はい、ちょうど時間になりましたかね。はい。はい。
ありがとうございます。では本日は皆さんご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。